はい、ごきげんよう。中二、新中二の英語です。で今日新しいお話入りました。早速ですね、未来形という話なんです。例えば、今まで、ね、私はテニスをしますがっていうことで、まあ、今現在のことを表現する、ね、書き方。まあ、英語最初の方でやってきましたよね。さあ、そしてその1年の最後のあたりで、ちょっと前のこと、過去のことを表す。ね、私は例えばテニスをしました。ね、なんていうんですか。例えば動詞に ED をつけたりすることで、過去を表す。なんていうのをやってきたんだね。さあ、現在のことが言える。過去のこと、前のことが言えるようになった。となると、次は何が言いたいですか？といえば、やっぱりこれから先、未来のことを言いたいですよね。さあ、そこで今日はだからその未来形というものの紹介です。これから先のことですので、何々するつもりとか、何々する予定です。このような意味にしたいとき、さあどうしましょうっていうことなんですね。例えば、私はテニスをしますという文章がある。じゃあ私はテニスをするつもりですとか、する予定です。どういうふうに書いたらいいのっていうようなところなんですね。はい、そこで使っていくのが、この be going to という形です。はい、この be going to という形を使って、今日は未来形にしてみましょうということなんですね。そう、じゃあこの be going to っていうのを使ってということなんですが、be っていうのは be 動詞のことです。be 動詞のこと。はい、ですから今まで be 動詞、例えば、am とか is とか are っていうのを使ってきましたよね。はい、am とか is とか are って言うんですか。その be 動詞です。ですから主語によって am にしたり are にしたり is にしたりということになるわけですよ。じゃあってことで、せっかくです。せっかくというか早速です。I play tennis を未来形に書き換えてみましょう。どうしましょう。そうするってと、まず I、主語はそのままでいいですね。はい。そしたら、be going to と使ってください。はい、つまり、主語、I に対しての be 動詞、am ですよね。はい、そして、going to。はい、もうこれはもう絶対の一続き、まとまりみたいなものです。はい、そして、この to の後に、元々の文章の動詞を持ってきてください。まあ、さらに言うならば、原型なんですけどね。ただ今回は、元々原型なので、まあ、そのままですね。はい、play。テニスね、いうふうに書いてある。I am going to play tennis. はい、これで、はい、どんな意味になるかっていうけど、はい、まあ、まさにですね、そこに書いてあります通り、私は、はい、テニスをするつもりですとか、または、する予定ですっていうような、そんな意味になってきたよっていうことだったんですね。じゃあです。さっき原型原型言いました。まあもともと原型だったから特に変える必要はなかったんだけど、例えばじゃあこいつです。He plays tennis. 彼はテニスをします。三単元の S がついてるんですよ。はい、だから、じゃあ同じようなのは未来形作ってみましょうよ。はい、He。いいよね。はい、主語 He に対しての B 動詞って何ですか ?B going to 行くよ。B going to 行くんだけどね。はい、He だから is だよね。はい、is going to。はい、is going to。はい、そして、to の後が元々の文章の動詞、plays の原型です。はい、ですから、ここでは s が取れた play。はい、そしてテニスという風に続けてあげる。He is going to play tennis. はい、こう書くことで、はい、まあ、主語が変わっただけなんだけどね、私じゃなくてね、私から彼が変わっただけなんですが、はい、彼は、はい、テニスをするつもりでーす。ね。なんていう風になってきたよー。ね。はい。ですので、未来形にするときは、とにかくこの、じゃあ、be going to っていう形を使おうよということですね。さあ、そして、to の後は、動詞。はい。原形になるよーっていうことだね。例えば、三単元の S などがついてたとき、その S、ES を取ってあげる。取ってあげて、元々の形、原形にしてあげるよということなんです。ということでした。さあ、そして今回はね、あまり複雑にしないために、まあシンプルに言ったんですが、やっぱり、未来を表すような言葉というのがね、よく一緒に使われてくることが多いです。ちょっと前過去形やった時も、例えば過去を表す言葉、昨日とか、10年前とか、ね、過去を表すような言葉出てきましたよね。同様に、やっぱり未来形の場合、その未来を表す言葉っていうのが、まあよく出てくるかなということなんですね。例えばです。tomorrow, tomorrow.
tomorrow ね、はい、tomorrow で明日ね、明日です、tomorrow 明日だから、明日ね、テニスをするつもりですと言いたければ I am going to play tennis tomorrow としてあげればいいわけよ。次、next Sunday。 あの、next ってそもそもあの次の次っていう意味があるんだよね。はい、ですから次の日曜日、次の日曜日っていうことで、まあ、まあ次の日曜日でもいいんだけどね、はい、今度の日曜日、ね、今度の日曜日ね、なんていう意味でね、そうじゃないね。はい、それから next week。 やっぱり next 次のなんだけど、まあ、今度の週だとちょっとおかしいから、はい、ここでは例えばね、来週でなんていう風にね、ときたい。はい、だからじゃあ例えばこちら、彼はテニスをするつもりですを、彼はじゃあ今度の日曜日ね、テニスをするつもりですなんていう風にしたい。はい、 he is going to play tennis next Sunday ね、なんていう風にしてあげればいいし、私は来週テニスをするつもりですなんていうことであれば、はい、 I am going to play tennis next week でなんていうふうに言ってあげればいいね、なんていうことでございました。さあ、ということで今日はまあ初回なんでね、まあ、ちょっとまあまあややちょっと内容的には軽めではあったかなということではあるんですが、この未来形というものをまあおよそ紹介しました。で、be going to という形を使いましょうよということですね。はい、be going to ね、be 動詞、主語によって am, is, are ね、使い分けてあげて going to、 そして to の後は動詞原形でつなげるよということですね。はい、そしてこういった未来を表すような言葉なんていうのをまた少しずつ覚えていこうよということでございました。はい、ということでですね、まあ今日はちょっとやや短めではございますが、こんなところで未来形のまあ導入部分ということで2年生のスタートでございました。はい、じゃあまた次回以降はね、例えば否定文疑問文作ろうよとかね、ちょっと難しい問題チャレンジしてみようよとね、ということで進んでいきたいなというふうに思っております。ということで本日はこんなところでした。では。